ボフォン。イエー。ね、見て、俺の髪の毛どう？毛量がすごいね。いや、そうなのよ。それはいいんだよ。違う、春馬が髪の毛気にしてるから、俺もぐちゃぐちゃにすればいいかなと思った。そうか。元気かよ、ハムちゃんよ。元気だよ。LINE では喋ってるけど、久しぶりに顔見たわ。そうだね。うん。いや、どうですか、最近。なかなかこう、うまく、自分たちの思い通りにならないけど。うん、そうだね。まあでも、その中でも、なんだろうな、ちゃんと、自分の今後の、じゃあ例えば、年内の末にできるようなことに向けて準備をするとかっていうモチベーションがあるけど。うん、そうだね。なかなかね。まあ、でも、うん、もうなんかもう信じるしかないもんな。そうだね、結構。それなんだよね。確証がないからさ、もやというか霧というか、なんかこう、かかったような中で、こっちだって信じ続けて、とにかく進むしかないみたいな状況じゃない。そうだね。うん、だから、うん、難しいけど、とにかくね、特に俺たちがそれを信じないことには、始まらないからね。うん。なんかね、そう。まあ、なんかこうぶっちゃけた話、その、うん、本当にいろいろやりたいんだけど一緒に、うんうんうん、そうなんだけど、こういろんなその自分たちが動くってことはいろんな人がなんだろう、なんていうんだろう、関わるっていうことになるから、うん、いや、なかなかそこはね難しいと思うよ。やっぱりあのいろんな目線で見たときにさ、やっぱり今ってそれこそもう何でもありというかさ、変な意味じゃなくて、うん、なんかこういろんなことがあの機能していないし、自分たちのなんかこう、なんだろうな、少しでもプラスになればいいなっていうところで動いているんだけど、うんうん、そうそうそう、でもなかなかね難しいところ、うん、考えなきゃいけないことがねあるからね。そう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 。だから全然それは多分まあ皆さんも理解しているし、私も理解しているし、うん。いや俺さ一回もさゆうくん家に行ったことがないわけ。ああ、そっか。来たことないっけ？ないよ。だから、あの、この状況が落ち着いたら、ぜひ招待してください。いや、もちろんですよ。全然こんな家でよかったらいつでも。お酒を飲むのにはね、素晴らしい環境ですよ。おお。結構、なんか、来る人みんなこう、なんかお店みたいって言ってくれる。あ、そうなんだ。うん。すごいね。いいね。じゃあ、その時には、ぜひインスタライブをして。ああいいねいいね、その雰囲気を。ハルマのハルマの料理をさ最近すごいよね。最近料理すごいよね。うん、あのいろいろやってる。いや見てるよ。なんかこうなんだろうな、揚げたいって思っても揚げれ、なんだろう、揚げれっていうか、こう どれから順番に揚げればいいのかなって、あの迷ってるものがいっぱいあって、でも、うん、とりあえずその情勢が良くなったら家に行って作るものは、うん、なんだろう、生で揚げたいよね。そうだね。そうだね。楽しみが一個増えたね。そうだね。パーティーだからそれまで頑張ろう。そうだな。そう、ということで僕はもう寝ます、うん、いや俺も寝る寝る。いや最後ハムちゃんこそまだ起きてたからちょっと試しにと思って、なんかすごいみんなが春馬と春馬の顔見たがってたから、うん、嬉しい嬉しい、よかったよ一瞬だけだけど。またゆっくりなんかあのインスタライブでもしよう。そうだね、昼にしよう。そうだね、ちゃんと、うんうん、また連絡取り合おうぜ。はいよ、またね。うん、元気でいてよ。はい、おやすみ。全国の皆さんもおやすみなさい、うん、はい、皆さんおやすみ。じゃあ ね、 またね。はいよ、おやすみ。ありがとうね、出てくれて。いいよ。じゃあね。これどうやって切るんだ。あ、俺が切るよ。俺が切るよ。またね。はいよ。おやすみなさい。おやすみ。